ないから便秘薬飲んだらどうやろうなという気もあるんやけども、あ、まあ機嫌よう、腸も動き、あ、もうね、機嫌よう、私もなってるから精神衛生上はまあまあいいんじゃないかと。その代わり朝一回行ったらもう翌朝まで、翌朝です、翌朝までお腹が痛くなったり便意が催したりいうのは一切ない。夜横になったらおならがぶっころかぶっころかおと出るぐらいで、本当はもう一切出ない。肛門は眠っているんです。休眠中やね、休眠と休眠中というか休門中というか、だから非常に調子がいいのです。母親の調子もいいし、もう全てが調子がいいんですが、あ、まあ、うちの犬ビーグルで、おばあちゃんビーグル、17歳のビーグル、あ、もういっぺんに置いて、もう介護認定、まあ、4ぐらいあげなあかんがな、いうぐらいのあれで、餌、朝と夕方の餌でもなかなかもう決まったものを食べてくれなくて、あの最近は缶詰、13歳以上のあの缶詰を、あの缶のせやな、4分の1から3分の1程度入れて、その上にあの噛む力が弱くなった犬用になんか売ってるんですわ、まあ、割とサクサクしたちょっと細長い米粒を大きくしたような細長いやつ、あれを植木からまぶせて、まあ、それで今のところ安定しているんです。だからめったにその不燃物のゴミなんかめったに出ないのに、リサイクル以外はもう最近その空き缶が結構出て、まあまあ毎回というか週2回のゴミの日に出すのもめんどいから、まあ違う袋でため、まあ、水できれいに洗えるだけ洗ってゴミの袋に入れているんですが、なんかちょっと新たな仕事が増えたという感じで、だけども17年間今も、まあ、まあまあ食事もできるし、ワンワンと泣いたりもできるので、まあいつも今のところ元気です。家族2人と1匹元気だから、またこの人唾を触っとる、ハンドルの動きおかしい、滑らかではない、兄ちゃんかおばちゃんかわからんな、おばちゃんやった、兄ちゃんちゃうかった、
あ、今のは今通過した信号が165号線です。これがまだダンプが走っているということは、あれ、どこ行きますね。県道の29です。これをまっすぐ行くと右にあるんですが、あ、できとるな、綺麗に立派に停滞はできてますが、周辺整備、浸水公園とかも作ってると思うんですがね。展望台とかは、はい、展望台とかはないんですか。閉鎖されたので、閉鎖、はい、閉鎖だって。難儀なこっちゃ、難儀なこっちゃな。から見えるとこないのかな。大きな公園を作ってました。それを上から眺めようと思えば、あそこの信号をこっちから行ったら左折して、一番最初間違えて入ったところです。
からんねやろな、動体視力というか、あ、まだ生きると思って入ってこられるからな、本人が思っている以上に車のスピードが出ておったら、まあまあ交差するときは危ないかな。行かれへんな。どっかあるはずやねんけどもな。地元民ではないのでわからんか。あ、水が溜まっとるな、もう。お、水が溜まっとるやないか。やっぱ行けそうな、いい感じやなと思ったら、みんな工事中で閉鎖されてます。地図にあるその川の横の道は全てあれやろな。あ、結構コーナーもダムコなってます。立派な、電源開発の土地だってんやろな。あ、山に来たらたまにこうやってグーグルが死んでまいます。再度スイッチオン。お、そうでしょう。水が溜まってる。あ、向こうから見えるか。この道どこ行くんやろな。この上、あ、この上に上がってもいいね。トンネル、北のトンネル、北のトンネル、立派な、立派な湖ができてます。今淡水試験でもやっているのでしょうか。あの車も見ています。
ダムの堰堤というか堰堤までは見えんねんな。大きなパラボラアンテナが、パラボラアンテナがある事務所が映ってます。おっちゃんも、あのおじさんも写真撮ってます。おじちゃんでした。あ、ここも公園や。ここも公園、テーブルもあって、見晴らしもあって、次回この辺りでお弁当やな。入ったらネットで竣工のあれを予定を見ときましょうか。竣工検査の後の内覧会的なあれのハガキは来るのかな。封印やね。あ、11時です。綺麗な道路やのに工事車両が通ったらもうみんなこうやってなって、まあ周辺道路の復旧もその工事を受けた金額の中に入っているから、最終的にはこの辺は綺麗な道路になります。まあ三末やろな竣工。下から見ようと思ったらどの辺に行けばいいのか分からんな。
から見えるんですわ。後向けるかどうか、倒れんように台車が。あんまりひねったら胸が小物帰りになる、よし帰ろう。高尾、あれまっすぐ行くと高尾という地名になってました。